今回は金柑味噌の作り方をご紹介します。柚子味噌のレシピはよく見かけますが、金柑味噌はあまり見ないレシピではないでしょうか。金柑を丸ごと使った金柑味噌は栄養たっぷりで柚子味噌に負けないくらい美味しいんですよ。動画の後半では簡単なアレンジレシピもご紹介していきますので、ぜひ最後までご覧くださいね。このチャンネルでは体に優しい季節の料理や暮らしに役立つ情報などを配信しています。ご興味ある方はぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。まずは金柑を用意します。皮ごと使うのでよく洗っていきます。洗ったらヘタを取っていきます。ヘタは爪楊枝で簡単に取ることができますよ。もし硬くて爪楊枝では取れないものがあったときは、包丁の刃元を使って引っ掛けるようにして取ると簡単に取れます。お鍋にお水を入れて沸かします。水の量は少なめで OK です。沸騰したら金柑を茹でていきます。金柑にははっさくやグレープフルーツなどみかん科植物の果皮に含まれる苦味成分ナリンギンが含まれているため、下茹ですることで苦味が取れます。2分ほど茹でたらざるにあげていきます。粗熱が取れたら金柑を半分に切ります。金柑はこの小さい実の中に3つ、多い時で5つ種が入っています。爪楊枝を使って種を取っていきましょう。金柑はビタミン類が豊富に含まれていて、様々な生活習慣予防に役立つ効果がありますが、意外なことにカルシウムも多く含まれているそうです。骨や歯を健康で丈夫に保って、全身の筋肉の動きを良くしてくれたりするそうですよ。種が取り終わったら、金柑を細かく刻んでいきます。下茹でしているので柔らかく刻みやすいです。フードプロセッサーで細かくしてしまっても大丈夫ですよ。刻み具合はお好みで。大きく刻むと金柑の食感が感じられ、細かく刻むと金柑と味噌が一体になる感じです。鍋やフライパンに味噌を入れます。お砂糖は使わずみりんで甘みをつけていきます。中火にかけて味噌を練っていきます。2分くらい練ってみりんのアルコールを飛ばしていきましょう。みりんを入れたことで焦げやすくなっていますので、焦がさないように気をつけてください。2分くらい経って水分が程よくなくなりました。刻んだ金柑を入れます。弱火にかけながら練り合わせていきます。水分の飛ばし具合はお好みで。火を止めたら蜂蜜を入れます。蜂蜜は加熱すると栄養が変化してしまうことがあるので、火を止めてから加えましょう。火は止めたまま軽く混ぜ合わせたら完成です。蜂蜜を入れたので少し緩くなりましたが、冷めると硬くなるのでこのくらいの緩さが使いやすいと思います。
煮沸消毒やアルコール消毒をした清潔な容器に入れていきます。しっかりと水分を飛ばして作っているので1ヶ月から2ヶ月ほど日持ちします。たくさん作って小分けにして冷凍すれば1年以上持ちますよ。完成です。金柑の良い香りがします。甘辛いお味噌に金柑の爽やかな風味が入っていてすごく美味しいです。この金柑味噌は風呂吹き大根の上にのせたり、味噌田楽にしたり、焼きおにぎりにしたりと、いろいろなお料理に使うことができますよ。アレンジ料理一品目はキャベツの金柑味噌和えです。千切りにしたキャベツに塩を一つまみ加えて塩もみします。10分くらい置いておき、水分が出てくるのを待ちます。10分経ちました。こんなに水分が出てきました。水分をしっかりと絞ります。絞ったキャベツに金柑味噌を適量入れます。よく混ぜ合わせたら、お好みでごま油を加えます。最後に七味を一振り、完成です。甘辛い金柑味噌とキャベツの簡単和え物。最後に七味を振りかけることでピリッと味が締まり、とても美味しいですよ。次はくるみ金柑味噌。くるみをフライパンで乾煎りします。こうすることでくるみがカリッとして美味しくなりますよ。乾煎りが面倒な場合は耐熱皿にくるみを入れてトースターで 2-3 分くらい加熱するだけでも OK。 乾煎りしたくるみに金柑味噌を加えるだけ。簡単ですね。市販のくるみ味噌より甘さは控えめですので、お好みで蜂蜜などを入れ甘みをプラスしても美味しくなります。私はちょっと小腹が空いた時にパパッと作っておやつにすることが多いです。くるみにはオメガ3が豊富に含まれています。オメガ3は積極的に摂りたい栄養ですが、くるみには渋みがあるので金柑味噌で和えると食べやすくなります。お酒にも合いますので、おつまみとして食べても美味しくいただけますよ。爽やかで少し甘みのある金柑味噌とカリカリ食感のくるみの相性が最高なんです。くるみの渋みは全然感じられないので、我が家の小さい娘も大好きなおやつです。普段のおやつでもなるべく栄養があるものを摂るようにしたいので、くるみ味噌は我が家の定番です。ゆず味噌にも負けない金柑味噌、いかがだったでしょうか。金柑の栄養を丸ごといただける金柑味噌、香り高くとても美味しいので、ぜひ作ってみてくださいね。最後までご視聴していただきありがとうございました。